神戸商科大学は、兵庫県神戸市西区学園西町8丁目2の位置に本部を置いていた日本の公立大学である。1948年に設置され、2010年に廃止された。大学の略称は商大。設置者が同じ兵庫県であった他の2大学と統合され、新設の兵庫県立大学に継承された。1929年に兵庫県神戸市で旧制兵庫県立神戸高等商業学校として創立、1944年の県立神戸経済専門学校への名称変更を経て、1948年に神戸商科大学として設立された。2004年に姫路工業大学、兵庫県立看護大学と統合する形で、兵庫県立大学が新たに発足したことに伴い、学生の新規募集は停止した上で、在学生の卒業した2010年3月まで存続した。神戸商科大学は、第二次世界大戦後における全国最初の公立新制大学として1948年に発足した。設立経緯は、すでに設置されていた、旧制管立神戸高等商業学校が、学部のみの旧制神戸商業大学に昇格することが決定し、兵庫県内に、官公立の高等商業学校がなくなることになった。その結果、県下の中等学校卒業生の進学先として1929年に、兵庫県によって新たに設置されたのが、神戸商科大学の前身である。旧制県立神戸高等商業学校である。旧略称が神戸商業大学と神戸商科大学ともに同じ神戸商大であるが、時期的に両者が重なることはなく別大学である。前身の略称、神戸工商、すなわち官立神戸高等商業学校と兵庫県立神戸高等商業学校についても同様である。第二次大戦後、新制神戸商科大学は、商経学部の単科大学として、経済、経営学科の2学科で発足した。その後、管理科学科、国際商学科を増設し、4学科体制となる。キャンパスは、神戸市垂水区の西陵台にあったが、1990年に、同市西区の神戸研究学園都市に移転された。なお、25メートルを20秒で泳がないと2回生から3回生に、昇級できなかった。旧高丸校舎本館なお、1990年までのキャンパスは、神戸市垂水区の兵庫県立西陵高等学校に隣接するところにあり、この位置については、学内では高丸と称される。移転後、商大前バス停は、西陵高校前に改称された。垂水駅前から西陵高校に伸びる道路の名称が、商大筋なのは、商大が高丸にあった名残である。他に、神戸市垂水区にセミナーハウスがあった。海浜学舎とも呼ばれていた。下記組織は、神戸商科大学のものであり、兵庫県立大学のものとは異なる。学部その他、人文系教員の所属する部門として、一般教育科があった。大学院以下、特記していない専攻は、博士前期課程。博士後期課程である。付属機関都道府県知事、市区町村長在会研究者、学者芸能マスコミ。ありがとうございます。